俺の名前は下田。事務員として働いて5年目になる。上司との関係は悪く、転職を考えているのだが、なかなか決心がつかない。おい下田、下田、お前まだ資料できてないの？入社して何年目だよ？5年目です。5年目でこれって恥ずかしいと思わないわけ？すみません。俺の給与はボーナスを含めても年収300万ほど。ただ特別な資格もない人間が転職しても給与が下がる可能性もある。なんとか生活はできている。今の会社から離れるのはきつい。しかし上司には毎日怒られ、サービス残業だって当たり前。上司に使えないと言われる俺に生きてる意味なんてあるんだろうか？いや、今のままじゃダメだ。やっぱり何か資格でも取って、それが取れたら会社を辞めよう。このままでいるとやばい。こんな時は善は急げということで、仕事終わりに同僚の藤川を呼び出した。いつも申し訳ないな。もうお前のことは分かってるよ。どうせ資格についてだろ？そうなんだよ、資格について教えてほしい。頼む藤川大明神様。おいおい、俺は神様じゃないぞ。お前筆致資格って覚えているか？なんだっけ。しょうがないやつだな。この資格がある人がいる企業だけ特定の事業を行えるのが筆致資格。食品衛生管理者なんかが代表的な資格だ。でもそういう資格って難しいじゃん。就職に有利になる有名な資格がいいんだよ。なんか曖昧だな。具体的にどんなのを考えてるんだ？例えばワード検定とかエクセル検定みたいな。はあ、なんだよそのリアクション。なるほどな。マイクロソフトオフィススペシャリストを知ってるか？マイクロソフトの資格試験なんだけど。あ、そうそう、そういうやつ、そういうのを教えてほしいんだよ。あれは全然使えねえ。マジかよ。なんかあると強そうな感じの資格じゃん。スペシャリストなんだろ。あれは使えないな。あんなの取って意味がある会社とかそうはないぞ。そんな使えないのか？あの資格はマイクロソフト系の簡単な使い方を知ってれば取れる。もちろん知識はつくが、実務で使えるかは別の話だ。エクセルとかワードは仕事で使うところがほとんどだから、何を知っているかよりも何ができるかが重要だ。確かに。それと簿記検定もそこまで必要はないと言えるな。もちろん資格を持っている方が履歴書の見栄えはいいけどな。へえ、取らなくてもいい資格もあるんだな。いや、マイクロソフトオフィススペシャリストも簿記も取らなくていいわけじゃないけどな。知識はあった方がいいし、ただ転職の際にそれが決め手になることはないってだけ。なるほどなるほど。他にもそういう資格あるの？その他だと医療事務とかだな。有名だし CM でも多く出ているよね。医療事務、なんか専門的な知識が必要そうだし、資格がないとできないんじゃないの？医療事務をやるだけなら資格は必要ないんだよ。未経験でも就職できるし。じゃあ取らなくていいわけだ。まあね。なんだよその感じ、裏でもあるのか？裏はないよ。実際医療事務も普通の事務とか接客と同じことをすることも多い。お客さんが来たら挨拶して要件聞いて叱るべき対応をする。医者でもないのに変な判断はできないし、検温とかもルールがあるから、それに沿って行動できるならまあできなくはないと思う。じゃあいいじゃん。何が問題なわけ？お前、高額療養費制度って知ってるか？全く知らん。だろうな。何なのそれ？簡単に言うと、大きな病院に入院したりすると患者への金銭的な負担を軽減する制度だ。医療費が高額すぎるなら援助しますよってことか。そんなところかな。でも医療事務をやってて、お客さんからこれ高額療養費制度に該当しますかねって聞かれて答えられるか？それは先輩方が教えてくれるんじゃないの？まあそうだな。でも資格を取るってことで一通り知識を入れた方がいろいろと手っ取り早いところもある。いちいち知らないことを先輩に聞くのも新人の仕事の一つだけど、聞く手間を少なくするために勉強するのも新人の仕事のうちってことだな。なるほどね。資格は必要ないけど知識はあった方がいいのか。そうだな。実際に現場で学んだり自分で勉強するといい。でも勉強するなら資格取得を目標にした方がやる気が上がるけどな。
そして Excel だって会社によって使うものは変わるし、どんな作業をするかが重要だ。受付は接客対応が大事だけど、そこで差が生まれるのは仕事に対する知識だったりする。なるほどな。お前にはまずそういう認識が必要なんじゃないか。資格や知識、仕事の勉強をどういう目的で行うのかをきちんと考えないと、せっかく取っても無駄になるかもしれないんだぞ。自分にとって何が必要かってのは自分だけが分かることなんだから、まずはそこから考えてもいいと思うぞ。でもどういう資格があるかとか、どういう仕事があるかとか、そういうのを実際に知ってから考えるってのも手じゃん。確かに。どんな資格があるのかな。でもやっぱり個人的には働きたい仕事から考えた方がいいと思うな。働きたい仕事が決まれば資格を取るのにも力が入るだろ。確かに。まあ今日はこう参考にしたいだけだからさ、他にも有名な資格を教えてくれよ。結局そうなるのかよ。いいじゃんいいじゃん、教えてくださいよ。そうだな。じゃあインテリアプランナーだな。おー、おしゃれな資格だな。インテリアプランナーは民間資格の一つだよ。まあお前はインテリアに縁はないか。縁がないってなんだよ。知ってるぞ、家電の雑誌で見た気がする。インテリアについて全体の構成とかを提案するやつだろ。それはインテリアコーディネーターじゃないか。インテリアプランナーはもうちょっと専門的だぞ。建物全体に対して企画から施工管理まで全部に関わることもある専門家だ。建築士みたいなやつ。そうそう、仕事内容は近かったりするね。実際2級建築士と範囲が被る部分がある。でもお前には向いてないと個人的には思う。やってみないとわからないぞ。意外と俺にはセンスがあるかもしれない。ないと思うけど。試験には学科が2時間30分、実技に6時間かかる。合計8時間半ってすごいな。合格率も 20% 前後と狭き門だ。確かにそんなに勉強したくないな。それに国家試験である2級建築士の方が社会的な信用度は高い。どうせ目指すなら2級建築士を目指した方がいいとは思う。もちろんインテリアプランナーの良さもあるけどな。難しそう。まったくしょうがないやつだな。今日はありがとうな。いやいや、いろいろ言ったけど自分の人生なんだからよく考えた方がいいぞ。そうだな、まずは自分の進路を見つめ直してみるよ。はいよ、またな。藤川の話を聞いて自分の考えの甘さに少しだけショックを受けたが、気がついたことがある。転職はなりたい自分になれるチャンスだ。そこで便利な資格を探して取るよりも、自分に合ってる職を探してそれに必要な資格を取得するという方向に切り替えた。うおー、やるぞー。ここから俺の第一歩が始まるんだ。そう思うとワクワクしてたまらない。とりあえず試験の日程を確認しテキストを取り寄せた。その資格の名前はキノコ検定。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いします。コメントもぜひ残していただければ嬉しいです。